ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。<music> え皆さんこんばんは。ドクター林です。えー、今日は10月22日。 えね、だいぶ寒くなってきましたね、まあ、朝なんかね、なかなか布団から出れない状況になってきましたしね、えー、雨も降ったりやんだりでね、えー、だんだん寒い日がついてこ、これから冬になっていくんでしょうけどもね、まあ、寒くなってくるとやっぱり気をつけなきゃいけないのは、あ風邪ですよね、風邪、しかもそのインフルエンザが流行るんじゃないかということでね、えー、毎年毎年、なんかいろんな方が変わってきますのでね、ウイルスも、ね、変異をしてくるわけですよ。そうすると えー、その予防注射を作るには去年の方を参考にして作っていくわけですけども、えー、それでは合わないウイルスが出てきますと予防注射したけどやっぱり、えー、感染してしまうということが起こるわけですね。えー、今年はねもう夏から8月頃から、ね、インフルエンザ流行ってました集団でかかった人がいましたけどね、えー、そういう人たちもいましたけどもまあ、えー、そ,のそういうこともあるんでまた今年の あの予防注射の方はちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますけどもそろそろまあやっぱり気をつけてえ予防注射だけはされといた方がいいと思いますやっぱり毎年何かこう品薄だ品薄だってねえ言われますけれどもね早めにあの病院に行ってえ予約をしておけばやれると思いますのでね。 ぜひ予防注射やっておいてくださいでも、まあ、予防注射やったからってね必ずしもそれで変わらないというわけではありません方、えー、が違ったり、えー、それからまあその時の体調によってはどうしてもこの強い感染力のあるものにかかってしまうと発病してしまうということもありますのでねやっぱり日常の普段からの生活が気をつけるように気をつけなきゃいけないということですね、えー、だからやっぱり本当に一番大事なことはよくうがいをして手を洗って睡眠、えー、をよくとって えー、しっかりご飯をしっかり食べたということをね、えー、普段からやっていかなければいけないそれが一番の、まあ、予防になるわけなんですね、えーまあ、どんな病気もそうですけれどもおやっぱり免疫力をつけておくということがね、えー、一番大事なことになると思いますね。えーまあ、そ,うそういうことでね、えー、今日とりあえず一曲目を聴いていただきましょうかね。今日はあ1955年のー曲です、えー 映画の主題歌でしたね。懐かしい歌ですね「アンチェンド・メロディ」ーてやですね「ライチェス・ブラザーズ」でお聴きください。 えね、えー、ちょっとウルウルしちゃいましたよねライトスプラザーズアンチェンデメロディーでしたさあ、えー、毎回楽しいゲストをお迎えなくしてお話を伺ってまいります健康ゲラゲラクリニック、えー、今日のお客様はプロレスラーカイ選手ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします出てきましたねカイ選手さんこんばんは <laughs> 結構、待ったんですよ、甲斐選手。待ちに待ったっていう、本当、マンゴーじして出てきたって感じです。ありがとうございます。若手のホープですからね、今ね。いや、もう、若手でもないね、もう。いや、一応、気持ちは若いんですけど、もう三十四になりましたね。もう、だけど、本当、若手でもないよね。今、ふ、フリーなんでしょう。そうです。そうです。フリーですね。自由です。じゃ、自由それは、なんか、飛んで、はい、たいして。いや、いや、そのこと、しましたかね。はい、はい、はい、しなかったっけ。 えまあとにかくそういうことで甲斐選手、いろいろまあどうしてどこでどうしてプロレスラーになっちゃったのかとか、ですねえそのためにどういう努力をしてきたのかと、ですねちょっといろいろ聞いて,聞いてみたんですけど、プロレスラーになろうと思ったのは、いつ頃そんなこと考えたわけいや本当になろうと思ったのは、高校1年生ですかね、もう中学校3年生の時に。 まあプロレスにまあ出会ったんですけども、ええ、まあそれまではずっとあの野球少年だったんですもう小学校2年生から中学校3年生まで野球一つでプロレスっていうのを知らなくてですね、うん、でもあの中学校も3年生で僕はあのもう野球をやりきったっていうふうに自分で思ってですねもう野球をやめるって決めてもうあの本当ちょっとあの。 落ち込んんででたた時期があったんですよあ<ー>その時にあの同級生の木村君っていう子がですね、うん「あのプロレス面白いよ」って言って「プロレスっていうのあるよ」って言ってですね、うん、まずまあ週刊誌<え>名前だけはあのアントニオ猪木さんとかジャイアント馬場さんっていう名前だけは知ってたんですけど、うんうん、それ以外はもう見たこともなくてですね、うん、でまずはまあ週刊誌で読みまして、うん「あっこれ面白いな」って。 っていうふうにだんだん思えてきてであの、うん、深夜の、まあ、番組ですねテレビは新日本プロレスしかやってなかったんで、うんまあ、ワールドプロレス見て、うん、あこれは面白いっていうふうにどん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 はまってってでまあそのまままあまあ、面白いなって思いながら、まあ、高校に入学したんです、うん、であの見に行きたいなって思って、うん そう思ったらどうやって見に行けばいいのかって分からないんですよ、うん、高校生ぐらいの、うん、<laughs> <れね S 1> どうすればいいんだろうと思ったらたまたまその当時撮ってた新聞のチラシにですね、うん、そのプロスのチケット当たりますっていうのがあって<ああ> <laughs> これだと思ってあの <laughs> 抽選が応募したんですよ、うんうん、そしたら当たってで,す、ね、ってでそれで見に行ったんですよ。えそれ新日本プロ そうなんですよ。新日本プロレスの九十九年四月十日ですね。東京ドームです。一月十日、四月四月十日の四点一ゼロですね。覚えてますか先生？覚えてますか？いや待って待ってだどういう試合だったの？いやもうあれですよもうその東京ドーム入ってまあ一番まあ抽選で当たったやつなんで一番上なんですよもうリングが本当に豆粒ぐらいなんですけどなぜかあのリングに黒い マントっていうんですか膜がかかってですねこれ何なんだろうと思って試合始まってバッてやったらそこが融秀ですよね電流爆破で大分さんができてそうです大分厚しさい腸のまさだそれが僕の一番最初の生の感染でタバコ知ってたねあれで大分さんってましたけど何も分かんないじゃないですか 何がこれを怒られて、うん、いやその前に蝶野さんがハマーで入場しました。長野さハマーで来た国家斉唱みたいな曲なわけで、いやもう凄くて衝撃受けてで,でも電流爆破ですし。メインのメインも覚えてますか。メインは武造刑事とそうです。あよくわかるなんだっけ。トンフラインフライだ。トンフラそうなんです。そのタイトルマッチ I W G P。いやもうそう。 からちょっと衝撃を受けまして、うん、その4.10から、うん、まあ僕一番最初に出てきた大仁田敦さんと一番最後に友情してきた武藤敬司さん、うん、もう衝撃を受けまして <laughs> でまあ <laughs> それまであんまりプロレース見たことないとてちょっと考えれとあのだから中学校本当三3年生のもう終わりぐらいから見出してで初めて見に行ったのは高校1年生始まって1週間ぐらいです、うん それ見に行ってハマってそっからもうずっともう見に行くような <laughs> はそんな小さいあのリングでハマっちゃったのね <laughs> そういやあの画面ばっか見てました,、ね、画面見たんでラジ見てたから先生もあの時いましたか、ねえー、いたいたいたよあ<ー> <laughs> えー、それからハマってそれでだからプロはプレスターになろうと思ったわけじゃないでしょだけどその時いやハマって一番最初はプロレスターになろうじゃないんですけど、うん、もうとにかく1年間ぐらいもうプロレス 週末見に行きまくったんですよ <laughs> あの高校でバ,ンバ,ンバイトしてたんで、うん、そのお金をほぼ費やしてましたねは、えー、でどん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 やっぱ見てるうちに、うん、な,んかなりたいなっていう感じになってきて<ー>そのちょうどですね僕の通ってた高校の,その柔道部の先生っていう、うん、かあの津田先生っていうんでその方がいらっしゃったんですけど まあその方もプロレス格闘技大好きで,<ー>でその先生がその僕の担任じゃなかったんですけども体育の先生だったんですよ。<ー>でなんか僕も何かのきっかけいろいろ話すようになってですねでなんかどんどん話していくうちにプロレスはなりたいなってなってい、うん、<laughs> っ,ってですね、うん、そんなにプロレス好きでプロレスはまあなりたいな柔道部入ればいいじゃんって言われてですね<ー>その時ぐらいに本当にプロレスは なりたいって思って<ー>その柔道部に高校2年生の夏に入ったんですよ。うん、夏やってみんなクラブやめる頃だっそれね <laughs> あ。あと1年でやめるんです。<laughs> あの高校3年生の夏でやめる。だ1年間だけ柔道部に入りました。であのその時柔道部に入って一番最初にまあみ皆さんの前で挨拶 そしたら僕今思うんですけど頭おかしいなって思うんですけど、うん、<laughs> あのあの本この柔道部に僕はあのプロレスラーになるために入れますんでよろしくお願いしますって本当に言ったんですよ。うんうんうん いやおかかしいいでですすよね柔道とプロどううなんってみんな多分んきょとんとしてたと思うんですけど本当にあの僕そういうつもりで入ってですね柔道やりたくなるレスリング部はなかったんだなかったですいろいろだからレスリングとか空手とかあんのかなと思ってたんですけどなくてですねまあ近くにもあんのかなと思ってます一番は本当と近くにあったんでもう入ってだから僕本当に。 だから柔道やりながらい,くなんいろんなプロレス技かなんかやってやる、ね、いやそうなんですあのそういうことばっかだから型にその柔道の方とかじゃない <laughs>、うん、もうプロレスの方の柔道をやっててですね。であの 一応,一応卒業試合っていうのがその1年後にあってなぜか僕が大将に選ばれたんですよ。あ<ー>であの、まあ、その間筋トレとかずっとしてたんですけども、うん、そしたらですねあの卒業試合でまあ先生と戦うんですけど <laughs> <laughs> なあの一番最後はなんと僕が、うん、あの先生をバックドロップで勝ったんです<ー>伝説の試合に。<laughs>

うん、目指しましまプロレスラーにな,ろうと、まあ、なりたいなと思ってかもしれないけど、はい、実際にプロレスラーになるためにはいろいろ手続き手順があるじゃないですかいま,、はい、まだまだどうやってなっていいかも分かんなくて僕もま,まだその当時もプロレスをしてたんですけどまだ、うん、そこまで詳しくなくてですね <laughs> であのまあバイト先のプロレスすごい詳しい人に、うん、<laughs> プロレスラーになりたいんだったらじゃあ高校卒業したら。うん アニマル浜口。ああ、そうだね。ジムに行けばいいよって言われて、ねうん、僕全然知らなかったんですよ、うん。アニマル浜口は知ってたの。いや、知らなかったんです。いや、知らなかったんですよ。本当に。それで<ー>あの、本当高校三年生の。皆さん、本当受験の時ですよ。もう一月三日。うん、今は忘れもしれないんですけど。あの、本当年始の。一番初めに浜口ジムが。 開く時にもあの浜口ジムの前に行ってですね、うん「いやあの浜口ジムは入りたいんですけども」っつって、うん、で入会したのが<ー>1月3日にはい高校3年生の時のですね<ー> 1>, 1月3日に行きましたね<ー>調べて行って1月3日やってたんですかい,いやあのその日から始まる始まって時期で狙って行ってであの,その10時ぐらいから始まるんですけどその前に着いたんで玄関の前で待っててだからコーチの人が来てびっくりしてしたと思す そこら浜口へ入れてくれませんかって言ったってったいやあの会員普通に会員とかもそうかそれになったわけでまず最初そのいきなり多分道場で出てれないんで、うん、浜口ジム<ー>一回その普通の会員になってウエイトとかで通ったような気がいやどっちだったか忘れちゃいましたねえずっと通って横浜口から通ったわけいや通いましたね,すごいね最低週3は通いましたへえ いやもう結構通いましたね3年もうそうすると、はい、当然親はあのー、プロレスラーになるってことを知ってていやもちろん知ってたんですけど、ね、あの最初半信半疑でしたね <laughs> もう誰もあのプロレスに興味なかったあの家族なのでだから僕も本当知らなかったので <laughs> <ー>プロレスのプーの字も、はい、だけどまあ全然誰も反対しなかったんですよ 反対しなかったっていうかでもあんまりアニマル幅広い道場に通ってるってことはだけどそんな,なる本当になるってわけじゃないからねまあそうなんです、ね、<の>ってるんだけど。反対っていうよりは本当になるのかっていうふうに、うん、本当に疑ってたらしいんですよ。 言われてたことありますね。ねと別に反対とかなかったです、ね。だけどもう、俺はみんな卒業,卒業したらさ、やっぱり。その先の進路考えてる。ってあの、ね、私の高校一応ですね。進学校だったんですよ。ね、あの、で、ですね。<laughs> うん、多分進学しなかったのが、学年で私だけだったと思うんですよ。<laughs> いや、もう本当にあの担任の先生とかに。うん 心配されたのと、大丈夫かって言われてですね。うんうん、本当に、そういう。はい、すごい心配をおかけしましたね。うん、はいで。で、僕はいや、プロレスラーになりますとなるかな。いや、いいです。もうずっと言ってましたね。うん、僕も、あの。高校三年生になったら、その高校選択授業だったんですよ。うん、で、僕はあの、選択なんで。最低。 の単位ででで僕は卒業できるよううにっててもう選択してですねあと空いてる時間全部筋トレにあの費やしたんでもう多分それで先生気づいたかなと思うんです多分皆さん受験勉強してる時僕ひっそりとあの筋トレも向いてガチャガチャやってたんですよ<笑><笑>へえであのま、ね、で鼻のにとりあえずまあその,あの練習者じゃないそんなあれで。はい ね会員としてそうですねか体たあと単,単なる事務の会員として通ったっ感じで一番最初そ確か1か月ぐらいそれで行ってその後道場に出たと思いますねはいいきなりは確か出,出なかったと思います、うん、でももうそのちゃんとそういう話を最初からするわけ僕プロ,ーーあもプロレスラーになりたいので,いのでっていうふうにその、うん、道場があるんでうん まあそこに出れるように多分確かちょっと1か月ぐらいだけウエイトだけで通ってその後道場ってだと思いますね道場に行ったらみたいな顔の人みたいな感じでいやその時はみたいな顔じゃないけど結構あれいたんですかああ結構いましたね,したしたねその時多分今プロになってる人多いと思いますね、はい、いや結構な人数いましたね本当みんなそれ,、はい、それはもうほんとにプロレスラーになろうと思ってる人たちばっかりだよねいやもうそうですね そうなんです<ー>だ。だいぶ練習なんかが違うんですか。プロレスのプロレスの練習やる。プロレスの練習ではないです、ね。ででもやっぱりあのアマレスなんですよ。よ基本アマレスと関節のスパーリングとかです。あとあの基礎体力。基礎体力ですね。あとやっぱ一番でも浜口ジムに行ってよかったなっていうのはやっぱ精神論です、ね。キャダキャダキャダ。いやそれじゃないんですよ。<laughs> それじゃなんか。<laughs> 濱口さんっていうそういうイメージもちろんあるんですけども普段物静かな方でいろいろ壁に書かれてるのってご存知ですかねいろんなあの言葉を書かれてるんですよ要は先人の言葉とかそういうことをその書かれてるのを見てですね覚えたりとかやっぱ会長がそのおっしゃったこと僕たち会長って思うんですけどおっしゃったことがすごい今になって身にしみますね色々すいろいろと。 鍛えていただいたんで本当に言ってよかったなっていうのはありますね。うんうん、そのもしあそこに行かなかったら、うん、自分はどんな人間になってたのかなっていうのも本当にありますね。うんうん、はい。いやあ楽しみですね。これからねかいろんな楽器に触れていきます。ちょっとその前に1曲海さんなんかレクストお願えいたします。<laughs> いやもうこれは一番最初にあの<え>東京ドームで聞いた曲ですよ。<laughs> そ

はい、ええー、あれですねそれでとにかく <laughs> <laughs> ええー、とことでアニマで浜口ジム行ってはいまあそこからプロレスラーになろうと思って本格的なトレーニングを、まあ、仲間入りしてもらって何年ぐらいそこからプロレスラーになるまでいたんですそこにええとあれですね全日本プロレスに入門したのが22歳なので <laughs> 大体まあ,あ,あ 4年弱ぐら,い4年ぐらいずっとそのアニマルの浜口ジムにいたわけですかいや実はですねあの3三年ぐらい経ってですね一回ですね僕も本当に何を取ってくれたの、まあ、海外に行きたいっていうも <laughs> <ー>の、うん、すごい志望があってですね、うん、プロレスーになる前でしょいやあの,そ,のそうです浜口ジムに通ってて、うん、まあ卒業っていう形で、うん、まあちゃんと送り出させてもらって。うんええ 出しててもらっ一回あのロサンゼルスの方に単身で行ったことあるんです、はい、まあインディーの団体を訪ねてですね、はい、であの一回そこに2ヶ月ぐらい行ったんですけども、はい、僕はって1週間ぐらいであこれはまずいなと思ってやっぱあのレベルが<ー>やっぱその、まあ、僕はプロになってないんですけどもそのその見て。 うん、あここでデビューしたら自分はだめになっちゃうなっていうのをすごい思ってですねもう帰りたいっていうふうにその言ってたんですけど、うん、もうちょい行ってくれ、うん、もうちょい行ってくれっていうのが伸びて、まあ、2か月でいることになってまあすぐデビューさせられそうだったんです<ー>いや僕は「ノーノーノーって言ってもうノーノーレベルが違うんだよってどこかで聞いたことありますね <laughs> <laughs> いやもう本当そう思ってやっぱりあの僕は海外志向すごい高かったんですけど、うんうんうん ア本場は、うん、やっぱちゃんと基礎を習うのは日本だって思ってですね<ー>でまあ日本にうんその帰国してですねで僕はあの別にどこの団体に行きたいっていうかっていうのは、うん、本当に贅沢なんですけどその時なかったんですなかでもなんかあの海外志、まあ、向があって、うん、まあいろいろと考えて自分の中でもともと さんも好きだったし武藤さんも好きだったなとか思っていろんな団体また見に行ったんですよ帰ってきてお客としてでしょそうです客として見に行って浜口ジムの通いつつなんですけどまたすいませんって言って頭下げてですねそしたらやっぱあのその時武藤全日本が結構アメプロに近い感じのことをされててですねでももともと僕武藤さんのファンだったっていうのを思ってあっここだって思ってですねちょうど テスト無第1回ですね公開オーディションというのがあってこれだと思って履歴書を送って入門テストを受けに行ったっていう経緯ですねそれは普通にプロレスの入門テストみたいなことをやるわけそうですもうスクワットとか腕立てとかそうですスクワット腕立てとかマット運動とかですねああ そうですね。合格をもらえましたね。え、なに、それ期生なの。育成っていうと、公開オーディションとしては期生です。え、何人ぐらい合格したの?。えっと、その時テスト受けに来たのが四十名ぐらいいてですね。で、七名合格して、最終的にデビューしたの四名ですね。ええ。誰がいたの四人あの、武士真田。あ、そのメンバーだ大和です。ああ、そのメンバーが。その時しちゃったんだ。ああ。 いや僕はもう絶対みんな辞めても一人で残ってやると思ったらうん、うん、やっぱ3人すごかったですねえその中でそのアニマル浜口道場にいたもいるわけえっとブッシです、ね、あブッシはアニマル浜口道場に一緒にしたんだいますいますああじゃあ真田君と、えー、誰だっけ大和山田君があそうか彼らは違うとこから来たんだねそうですねへえ<ー>アマレスまあやってましたね二<ー>人ね そこ、まあ、から、その無投塾に入ったら、はいえ、全日本でデビューするってことまあそうですよあのでも、自分とヤマトはですね、全日本所属ながら、メキシコに送られたんですよ 1> <ー> <laughs> あの1年間練習生であ<ー>あのやってたらいきなり、ちょ、ちょっとデビュー、メキシコで行ってこいって言われて、<ー>で、メキシコでデビューしました、ね、あ向こうはデビューして。 分だと思うんですけどだけどメキシコなんか行けばやっぱりあのレベルが違うんだと思わないでしょいやあの <laughs> いろんな意味でもう本当にあに真逆なので<ー>言葉からまず覚えなきゃいけないのと <laughs> ううあとまずあれですプロレス日本のプロレスって基本左左側を攻めたりとか取ったりとかするんですけど。うんうん メキシコで右側なん,ですよんだ,だから、その違いもあってタッチルールもなくて、ね、全く分からない状態であのメキシコに行かされてですね<ー> <laughs> 戸惑いましたね1年間いたわけはいあの11か月でいましたねじゃあ<ー>、ね、ルチャーを習ってくるわけじゃんそうすねルチャ やりましたね。その当時は、はい、あ、今は <laughs> 全然やらないで、ね、す。まあ、でも、最初の頃は、とんで、飛んだりなんて、やってましたね。ねうん、いや、そうですね。だから、もう日本で1年間、その日本式の練習をしてたんで。 メキシコ行ってそれが通用しなかったんでメキシコ式の練習でしてやっと1年かけてなったと思ったらまた日本に帰ってこいって言われて日本に帰ってきたらまた日本式だったんですごい戸惑いましたそうかもしれないねいやもうすごい戸惑いました一番最初の大和と凱旋試合したんですけど武士真田と対戦相手が。 タッチルールっていうのになれなくて<ー>タッチをしないで一回怒られましたね<ー>ちゃんとタッチしろって <laughs> ああなるほどねああメキシコで11ヶ月いてその向こうで一応レ,、はい、レスラーとしデビューしたわけねしてました、ね、であ日本に帰ってきからちゃんと開戦帰国として外試合とかもでたそのあれだね、はいはい、でそこからずっと日本にいたんだいますいますあその時は全日本が え、全日本はどうなった、どうなった時ですか?。まだまだ、どうなってた時。いや、あの、健全だった時、まだ、いや、健全で。いやいや、あの、む、武藤社長で。あれですね、そこは。あ、武藤さんじゃなくて、うちら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 社長だった子で。そうですね。で、武藤さんがいてっていう感じでしたね。で、そこから、ど、何年ぐらい、いられたん、全日本には。ああ、全日本には、二年。二年ぐらい。十二年か。 年ぐらいいや違います年年年からららなのので5年間ぐぐいいいいたそうだったあだや今ほんとさあれじゃあ全日本の試合なんだな甲斐、えー、君とあの、はい、あれが山田君が試合して、はい、あ,のあれタグマチだったと思うんだけど。 山とにかくロープの外側にリングの外側にロープのところに立っているところに甲斐が突っ込んでくるわけがこっちからあ,あ逆逆ですね僕僕じゃないですか僕が山とか突っ込んできたんだそうじゃないですかで下に落ちて、ね、そう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 あれはすっげええ勝てるなと思って僕がリング立ってて山とか突っ込んできてん,で,きんで,きてですよあれ背中もろに鉄柵に突っ込んできたんじゃないのです、ね、あれ確かシングルマッチだったと思うんですシングルだったっけシングルだったと思うあそうかはい <laughs> 全然気持ちが違った。 すごいしゃやってなるよね。<laughs> いや,<ー>いやあれはダメですよでも。うん、<laughs> あれはダメだと思います。<ー>いや今今だからこうしてねあの何も元気にいられるっていうのはまあある意味は、うん。危ないよね、はい。奇跡ですかね。ねえだめだめですね。<ー>いやそんなこともやってましたね。やったよね本当あれもろに本当背中ぶつ背中がぶつけたんでしょ。いやもうで頭山とも頭から刺さったんです、ね。ああそうだけ。そう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 ,そう。 よう覚えてます、ね。あ<ー>もう将棋。それめ目の前でがある見てたからさ。ああ、そう先生の目の前で落ちたのはかもしれないです。そう。いや、そんなこともあったね。はい。だからすげえ激しい試合をやるやる連中だなったと思って見 <laughs> て,てたけどさ。いやもうやっぱ一番その同期の中で、ね、まあ一緒にメキシコに行って一番やっぱ意識する相手でもあったと思うんですよ。自分の中か向こうもあ<ー>まあ一番だから。 激しく戦えたなってそうだよねはいそうそれがあそれからそんな何かいやそれ多分2000まだニアの時なんであそうだね Jr. の時2010年とかじゃないですかねおそらくはい前になゃもう7年8年前ですねそれからじゃその後とにかく全日本には5年ぐらいいたわけねいました東北でそれでレストランに行ったんだからそうですそうですあそうかはい レストランは短かったじゃんや。い3年3年ぐらいか3年ぐらいいました、ねうん、はいいましたいましたなんかね <laughs> <laughs> やめちゃっていや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  <laughs> いや自由にやったんです <laughs> そうかはい,いもういや林先生にはもう本当にいやほんとに<や>そうなんですよね、はいあの 会社知らないと思いますけどね。何ですか。じゃ怪我、怪我をし結構したじゃないですね。結構したじゃない。それでさあじゃ覚えてるあの頭を頭をなんかどうやって怪我したか分かんないんだけど。血血が出てさ。抜いたくないってあれですか。とにかく頭から血出血してして覚えてる？何回もしてる。何回もしてるから。これでサブ知らないよ。これで。 俺とにかくリングサイドに駆け寄っていくじゃないそうするとさすごい血が出てるわけですよで甲斐君が俺の反対側に向こう向いてたからレフリーが「タオル持ってこいタオル」って言ってさ若手がなんかちょっと来たのを持ってあそうじゃなくてもっときれいだ持ってこい」とかさレフリーが言ってるわけですよでそのタオルを持ってきたのの血が出てるからたくさん出てるからマットに血がいっぱいついてるマットにも。 で、レフリアスの綺麗なタオル取って、そう、マットをまず拭いたわけで。<laughs> <laughs> で、マット拭いたタオルで、カイ君の後でベタってくっつけて、えー。<laughs> 後ろ向いてるから、全然気がつかなかった。<laughs> <laughs> そんなことがあった。もしかしたら、それ、あれじゃないですかね。葛西さんに、あの、一斉叩かれた時のあれかな。違いますかね。葛西君の手は。か、鉄パイプで。違いますかね。記憶,記憶ないんだよ、俺、それ、誰か。って <laughs> <laughs> いや、結構、結構出血してますからね。 いや昔、世界タッグのタイトルマッチとかであのダークオーズっていうのをリースで殴られて1月3日ぐらいからもあの流血していやその後本当は靖国神社に参拝行くはずだったであので抑えながら行った記憶がありますいや結構、流血はしてますねでも、絶対縫ってないんですよ。<laughs> だな 痛いの嫌じゃないですかそれはそれはそれは麻酔できないじゃないですかと、うん、そらなきゃいけないしねなね桂はいやそうなんだから縫わないですねいつも <laughs> ええー、まあ最近もあったけどどこの試合見ても流血なんかしないようなみんなああ<ー>、うん、最近しで僕もしないようになりましたね <laughs> 結構怪我はどうだ。か他の脱臼とかそうは脱臼結構したでしょ 一回そうですね入れていただきましたよねあの時が一番大きい怪我かもしれないですねそれ以外はそんなにないかもしれないですねでもさ最近ほら他の団体なんかでも結構怪我してるじゃないですかああそうですねああいうのを見てて聞いたり見たり聞いたりしてるとそう怖くならないいやなりますねその時はやっぱりそうだはなるずっと感じますもちろんなりますしあの他人事じゃないなっていうふうに思う思いますしやっぱ 気をつけなきゃって思うんですけども, <laughs> でもまあそう言ってばかりもいられないじゃないですか。お客さんはやっぱりさ、ね、もっと危険な技は期待してるからさ、まあ、でも怪我させてしまったらある意味プロとしてはどうなのかなっていうのもあるんですけどさせないようにしなきゃいけない部分もありますけどでも相手を痛めつけるのが私たちの職業でもあるんで難しいとこですよね。 はいでもやっぱりそのを心配はしてるわけでケガいやあそれはもうの本当他人事じゃないなって思ってます気をつけなきゃいけないなっていうのは思いますお父さんお母さんどうですか皆心配してないですけども「いいかげんやめなさい」って言わないのもねいやそうなんないもっともっと夢になってって言われるのそんな 最近そんなにプロレス見てないかもしれないです。<laughs> 結構前は趣味になって見てたんですけど、本当はい、あ。え試合見に来たんですか何で？親親がさ。いやそうですね。あの結構前は見に来てました。でも最近はそんなに見に来ないです。えー、まあ、今度はあの僕の受講義やるんですけど、それは見に来ます、ね。よくだけ そんなし心配じゃないかしらね子供だなら何<や>かその言っててさいや心配だと思いますねそうでしょういや自分の子供もがあって思うとそうだよないやもう申し訳ないですね<ー> <laughs> でも好きなんでしょうがないですそうプロレスはさほんにその思うにさ 一応殴ったらさ殴り返され,、はい、えられるし、はい、そしたらまた殴,殴るしということでさ、はい、ある意味でこうフェアじゃないですか <laughs> <laughs> で,でさ例えば格闘技なんか見てると、はい、あ,のある選手の人に言ってたけど自分の子供がその。 格闘技柔道やってるらしいんだけど、はい、例えば格闘技の選手なんかやって馬乗りになって、ええ、上からその相手が本当、半分伸びかかってるのに、はい、マウントでパンチワンパンやるのをああ、はいもうのは自分の子供でしてほしくないと言うんだよ <laughs> <laughs> プロレス,スだってっフェアじゃないですか,なんかいやフェアですかね <laughs> だからそういう意味でなんか5カウント以内っていうのルールがありますからね。<laughs> <laughs> やっぱり子どとは心配なんじゃないのねいや自分がやってもね、まあ、みんなねどっちも多分もう心配かけてると思いますね <laughs> そうだねはい。まあでも好きなんで <laughs> 好きだならプ自分が好きだ、ね、で、ね、本当とねということでじゃあもう一曲聞きましょうか甲斐さんお願いしますあこれも懐かしいですねこれは歌ってる人分かんないですねオリジナルですね「n w トライアンフ」です、はい ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。え今日はゲストにプロレスラー甲斐選手をお迎えして、お話を伺っています。今かけていただいた曲はね、ええ、エヌゼブリオオトライアンフっていう曲で。武藤敬一さんの入場曲。そうですね。いやー、久々聞やっぱ、ね、テンション上がります、ね。アドレナリが出てきた。さっきの、<laughs> まあ、ワイルドシングも。 折、まあ、田さんの曲なんんです <laughs> 田さんの曲は結構聴いてる,るこの曲はなかなかもう昔使ってた曲なんで<ー>今使ってないんで聴く機会ってなかなかないんですけどやっぱ僕の中でやっぱ東京ドームの花道をこう歩いてきてる姿ああまあ髪の毛がちょこっとちょこっと残ってる時 <laughs> あの、まあ、これピー入れてくださいね。あああのその時のあの時あもう 残像が思い浮かんでですね<ー>いやちょっとテンション上がりまして多分もうこれ聞いてたこの曲聞いてた方もそう思ってると思うんですよ、ね、<ー>いややっぱいいですね曲って <laughs> いやこれ海軍の,の、はい、あれはない何なの、はい、海軍の入場曲テックスあるでしょ忘れてたそうやっぱありましたね <laughs> そういえば忘れてましたね そうだよ。それをかけなきゃいけなかったですね。いや<で>もうまあいいですで、ね、す。ね今度はそのいろいろ樹脂工業あるということでね。その僕の曲をじゃ聞きに来てもらうえば、はい、そうだよそうねいいかもしれないです。来てもらえば聞けるから。そうなんです。樹脂工業があるんですよ。はい。いつですかそれは？あの10月28日10.28です。10.28 <laughs> 10. 土曜日土曜日ですね。はいえー、午後1時1時半から。 1時半とかなんかん <laughs>、ジムルースってプラス的な時間なんだ。そうなん失敗したなって思うんですけども。<laughs> いやあのー、もうあのほどがやくからですね。ね<ー>この日のこの時間しか空いてませんっていうふうに指定されてしまったんですよ。<ー>だから仕方なくなんですけども、<ー>いた仕方なくこの時間になってしまったんですけども、<ー>まあその午後1時半からですね、あの横浜の。 どこですかやあの「保土ケ谷」っていうところで先生 <laughs> 去年来られてますで <laughs> すいませんこ,こから遠いんだ保土ケ谷のスポーツセンター保土ケ谷スポーツセンターっていうところで、はい、今年はあの去年あの凱旋工業っていうふうにやらさせてもらった<ー>今年はなんとですね保土ケ谷区がですね区政90周年とあ<ー>まあ僕の,あの出身校なんですけども。

創立周年なんとおまけに私がデビュー本当おまけなんで10周年っていう冠がついた横浜保土ケ谷チャリティープロレス大会っていうのをですねやります。チャリティなんだ保土ケ谷区の社会福祉協会っていうのがあるんですそこにそこにチャリティー寄付させていただくっていう。 な当日高山さんの,あの募金も,もつながらしてもらいます、ね、はい<ー>、はい、え何試合ぐらいですかえっとですねもうカード発表されてるんですけどもは8試合やります8、ね、試合は結構ありますね今僕全日本プロレースに結構主戦場として上がらせてもらってるんですけども、はい、全日本プロレースの選手そしてまあ 元々いたレッスルワンの,<う>あの若い選手にも上がってもらいまして、ええ、あとは保土ケ谷区に勤務してるあの勤務勤務してるアミーゴ鈴木選手っているんですほどが保土ケ谷区に働いてるアミーゴ鈴木選手と保土ケ谷高校っていうところ出身のほ、うん、田尻さんとか結構多彩なそのフリーの選手に上がっていただくんです。ね <か><で>カードとかあれですかね。言った方がいいですか。言っていいです。言ってください。いい言ってくださいよ。いや、あのー。多分、まあ、カード、カード、あれですね。試合上発表になってないんですけど。お第一試合がそのアミーゴから。アミーゴ,ゴ岡田選手対。はい。あ、アミーゴ鈴木選手。<laughs> <laughs> 失敗し。<laughs> アミーゴ <laughs> アミーゴ鈴木選手対。ススはい、まあ、岡、岡田、あの、全日本の岡田裕介選手です、ね。岡田裕介。 やりましてあとはあのスターダムの提供 J がありましてスターダム村山さんに JA もらおうとうあ<ー>あのレフリーとしてでシャーダネっていうなんか初来日の選手として<ー>あとみ三村選手っていう<ー>三村ろ美選手っていう<ー>、はい、方にやってもらいますあ,<ー>あとは忘れちゃいましたね <laughs> <laughs> やや忘れてはないですけど えー、まあ、結構多彩な、えーえーえー。メインはないですか、ね。あ,あ、メインはですね、あのー。自分と。秋山社長と田尻さん。で、組ませていただいて。えー、まあ、ダークナイトメアって。六時タグ。そうなんですよ。永<ー>井,井さんと。ブラックタイガーセブンと。ブラックスパイダーセブンって謎の。マスクマンと。やります、ね。えーはい いや全日本ではないでもなかなかあの最近歩いてないこの場合長いくんどこで見たんだろうノアじゃないですか違います違うゾラディッションですかリアルジャパンですかいやいやいやあゼロワンだゼロワンであゼロワンですそれこそブラック不縁かぶってきてああ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 とああ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 あがああ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 

あと、あの、ロッキー河村選手とか。ロッキー河村、佐藤光る、あ、佐藤ひかる組みたい。<laughs> すごいねすごいです。青木、青木敦。<ー>丸山敦。敦志<ー>、敦志、こんなんで僕も敦なんですけど。あ <laughs> なるほど、すごい役です、ね、結構も、も、っと、まあ、紹介しきれない。まさいっぱいあるんです。八試合あるんで。<laughs> <ー>まあ、その辺は、あの。 シュシュープロとかですね<ー>格闘技デラックスとか、ね、も載ってます<ー>僕の SNS にも載ってます<ー>ぜひ見てほ、えー、しいです。えチケット買う人、大体どこにいえばいいんですかえっとですね、あの昨日までネット販売してたんですけども、うん、あの今ですねあの、プレーガイドがですね、もうあの、あれなんですよ、海横浜講演会事務局っていうのが一応あるんですけども、いろいろ出ますか、選挙に。そそうなんですそそこで,そこかですすこね <laughs> あの、いやいや、でも<東>、ね、伊藤歯科医院っていうところと、なんか、動き変だと思ってた。藤木は洋品店っていうところで、うんうん、あの、売ってます。<ー>はい。それは藤木は洋品店行かないか買えないんですか。<laughs> いや、あの、保土ヶ谷の。保土ヶ谷駅ってあるんですけど、うん、そこのほんと近くにある。あの、洋服屋さんで売ってもらってるんです。<laughs> <laughs> でも普通の人はどこ行ないだ,今だかまあ僕の方にあにツイッターとかフェイスブックでメッセージしていただいても全然取ります昨日まであのあれなんですよね「<え>プレイガイドあその」ローソンとかチケットペアとか売ってたんですけども、うん、あ昨日でこれ収録してんのあれです <laughs> こないだまで売ってたんですけど <laughs> そうなんです今ちょっと回収しちゃってです、ね、あ<ー>まあ当日もあの販売いたしますんで当日はで。 立ち見1000円で見れますね。立ち,立ち見席では1000円で見れます。<laughs> <見>いやあのでも当日でしたらまあ S 席7500円で<う> A 席5500円、うん、で B 席が4500円のペアシートっていうのもあるんですけど、うん、それは4 0の席が7 7000円で見れまして、まあでも当日8000円になっちゃいます。いやややこしいな、大丈夫かな。でまあシー席っていうのが3500円で見れて、まあ中学生5 0円、中高生500円の小学生以下無料で見れます。まあ詳しくはあのなんか見てください。熱々なんか。そうだね先生で見ればわかるんだ。そうですね。へえ。え二回目自粛工業二回目。そうです。二回目です。 回目やさせてもらうまさか自分がでも本当にこの自脂工業っていうのをやるっていうのを想像してなかったんですよだ僕本当に奇跡的な出会いをしましてあのリング上であの僕高校の先生をリング下に見つけたんですよであのそっからの出会いなんですよ要はあのレッスン1の時にですね土井浩二っていうのとシングルマッチ横浜で。 ラジアントホールっていうところを試合したんですよ、うん、その時はねあいつ一応あの僕の学区の平沼高校っていうところでちょっと上だったんです、うん、当時は、うん、で僕が一個下の桜川高校っていうところだったんですで試合前にその言い争いになってお前の方が選手たち下だろみたいな感じになってですね <laughs> いやうる,うるせえっす今は俺の方が俺の心が上だって今はちょっと逆転してるらしいんですけどそう言い合いになってですね、うん、それで僕なんか頭切ってるんですね この会場にあの自分の高校の先輩いますかって言ったんですよ。うん、そしたら俺だって手を挙げた人がいたんですよ。先輩って指さして、ですね、うん、でそっからあの息を合わして僕、試合始まって土井をあの下に落として、あのー、先輩抑えてくださいってンって、バンバン,バン,バン,バンあのやって、その日勝ったんですよ、本当に。えー、で、その後また打ち上げがありまして、えー、でその打ち上げい行ったらまたその先輩がいてです、ね、えー、こういうものですって言ってですね。であの 今保土ヶ谷でプロレスやんないって言われてで、うん、で僕、何のことかわからなくて、うん、でその先生がたまたまあの歯医者の先生だったんです、うん、先輩が、うん、で僕はは、歯医者行きたかったんでぜひっ,つって言って、まあ、そう通いだしたら、うん、トン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 っていうふうに保土ケ谷の大会をやるようにな感じですね。

えーまあ、本当にもうたそれは楽しみでね、えー、私も行きますからね、うちぜひ、そこはかですと10月28日、はい、リングドクターとしても行きますからね、1>, はい、1時半にはもうぜひ、こ、はい、のぐらいのスポーツセンターに遊びてくださいいやいや、本当に楽しかったですけど、ね、でも本当お、フリーですからね、いろんなあ,のあれが。 なんていうか,自か、ねう自。自由にできますか。らね、自由にやって。おしょもないような、あれですから、ね。体に気をつけて、怪我をしたいようにして、はい。<laughs> ということで、皆さんインフルエンザからないように、また今週もおぎらがらわたって楽しく。健康でお過ごしください。じゃあ、本当ありがとうございました。ありがとうございました,またししま。ありがとうございました。